足のプロムナードは、皆さんが持ってらっしゃるダイナミクスワンフォルテ、かなりメゾフォルテに近いあのダイナミクスで、あの割と何ですか、カームな人間が歩いてると思って作ってるわけ。要するにあんまりこうテンションがあるんじゃなくて、割とぼーっとしながら入る。で時間もあのワンフォルテなんですけれども、かなり弱いフォルテのままそのまま淡々と進めていただける。ポルタメントはあの彼らの二分音符の音がある前に少しずれ落ちてくださってください。ふぅー、だからちょっとお化けが出てくるニュアンス あのポルタメントを作ってください。かなり遊んでてくださってけど、もう一回頭からちょっとやってください。皆さんの出てくるところはピエロが出てくると思っていただけたらありがたい。あるいはあのジャック・ニコルソンが昔やった スーパーマンじゃない、あのバットマン出てくる、あのニカーって笑ってる顔が出てくるね。突然音楽が変わった時にこうニカーっていう顔の部分がこの2つのパートで作っていただけたですね。大太鼓がね、41番がここに見て印刷されてるのを取っていただいて、ずーっとクレッシェンドしていってください。で42番に向けてかなり音量をそこから上げてくださってるんです、はい、でだから響きとしての大太鼓の音がどんどん聞こえてきて結構です。で僕ら後から追っかけるんだ。皆さんのやってらっしゃるのは、あの分かりやすく言うと
お金がない人の叫びになります。金がない、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 金がないっていうのがあります。でそれを言ってると思っていただけるとありがたいです。で吠えていくところと、それからフォルテが1個になっていく時のちょっとのテンションの差を作ってみてください。面白いです。それから62番弦楽器の皆さんと管楽器の皆さん、最後にピアノから入るところ、これちょっと印刷では印刷これぐらいなんですが、かなりクレッシェンドとディミネンドの差を作っていただいて結構です。要するにいじめてます。金持ちが見せて引っ込ませる、見せて引っ込ませて、さっきおおディーロという音楽です。皆さんでごめんなさい、恐れ入りますが60番の一つ前から お願いいたします。60番の一つ前から、どうぞ。3と4と、それはもうコントロール効かなくなってきて、だからイヤッハッハッと笑ってるおばあちゃんが、魔女がいるんですけども、もう乗っかっちゃってこうなってどうなっちゃったんだっていう状況がこの101番かなと思っていただけたら、そのままコントロール効いてないまま切れば、それからごめんなさい、終わり1、2、3、4、5小節前は1回フォルテ2つで入っていただいて、ほんの少しだけダウンします。でもう1回作り直してクレッシェンドさせてください。タムタム、121の2小節目、これはここに来たら全くその打楽器の皆さんの1小節が遅れて入る瞬間っていうのは、別物の巨大なものはもう一つ力があると、ものすごい対峙して、オーケストラ全体で対峙してると思って強めで結構です。ですから大音響が出ます。もう一回答えるか、もちろんそのただ大きいってじゃなくて、深いところからグワーンとなって来ていただけるとありがたい。決して後打ちで作られてるものじゃないと思って叩いてみてください。ごめんなさい、皆さんで、120番からお願いします。120、いつぶりのところです。1、2、3